今日こちらの体育館に集まっているのは65歳から82歳の高齢者で、自転車の安全な乗り方を競います。もちろん努力義務となっているヘルメットの着用も欠かしません。新潟市西区で行われた高齢者自転車大会、着用率が 2.4% と全国で最も低くなっているヘルメット着用を呼びかけようと県が企画しました。去年までの3年間、県内で自転車利用中に交通事故で亡くなった20人のうち15人が高齢者となっていて、怪我を抑えるヘルメットの着用は高齢者に特に効果があります。参加した17人はヘルメットをかぶり、踏切や信号などが設置されたコースを走って意識を高めていました。近くでも自転車に乗るときはヘルメットをかぶろうと。自分がやっぱり自分を守らなきゃダメだっていうのがありますからね。もちろん今はね、ヘルメットをかぶらなきゃダメだし、かぶってもすぐに